にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは初級の読本編12課沖縄旅行の2番目です。の単語を一緒に練習します。とこの本ですね、皆さんとみんなの日本語大河でやっぷんゆダジャーダルーユみんなの日本語の初級の1番の12課まで勉強しましたか？の12課でと私たちは過去形 past tense 語中心ね、語法位ですねを勉強しました。そしてこの本ですね、とこの初級の読本編ですね、読本編の12課、これを今日読みましょう。これですね。で12課沖縄旅行です。そしてこちらにね単語があります。今日は7番ですね、7番から12番まで一緒に練習します。そしてですね、一緒に沖縄旅行を読みましょう。と今1回ですね、これを読みます。それから単語を勉強します。では一緒に読みましょう、ね、これですね。はい。本文、沖縄旅行。私は今年の3月に初めて沖縄へ行きました。沖縄は九州の南にあります。大阪から船で行きました。38時間かかりました。それから1週間旅行しました。毎日いい天気でしたが少し暑かったです。いろいろなところへ行きました。那覇は沖縄で一番大きい町です。旅行者がとても多かったです。台湾や東南アジアの人もたくさんいました。店に珍しいものがたくさんありました。海は本当に素晴らしかったです。サンゴ礁にきれいな魚がたくさんいました。時々沖縄の言葉がわかりませんでしたが人は親切でした。沖縄の料理は美味しかったです。それに沖縄の音楽も素敵でした。沖縄旅行はとても楽しかったです。私は沖縄が大好きです。皆さんもう沖縄へ行きましたか？私は何回も行きました。多分20回くらいかな、20回ぐらい、子供の時から今まで20回ぐらい沖縄へ行きました。私は沖縄がとても好きです。本当に綺麗ですから、ね、ぜひ行ってください。ではね、今日は単語のリストですね、7番から12番を勉強します。今日の単語、素晴らしい、サンゴ礁、沖縄の言葉、それに大好きな、紹介してください。では一緒に練習しましょう。で素晴らしいですね、この漢字ね、この漢字、ハンズね、チャイニーズキャラクター。この漢字は日本人はよく使いますがですね、漢字の意味はあまりありませんので、ね。はい。で、素晴らしい、いい形容詞ですね。いい形容詞。でね、いい形容詞。なんか、美味しい、可愛い、楽しい、ね、熱いとかね、いい形容詞ですね。で、素晴らしいの意味は、すごいです。ヘンリーハイでね。の素晴らしいは wonderful ね。素晴らしいです。いいですと大体同じですね。チャーブドーですね。で、すごいは話し言葉です。ビジャオコウユね。すごいですね。そして、じゃあ素晴らしいね。どう使いますかね。ザマヨンね。素晴らしい人です。あの先生はとても素晴らしい先生です。映画、ね、素晴らしい映画です、ね、あの映画は素晴らしい映画です、ね、経験ですね、人間エクスペリエンスね、素晴らしい経験をしました、ね、そして8番サンゴ礁ですね、サンゴはコーラルでショーは
リーフです。そう、コーラルリーフですね。と、台湾のカンディンや、とフィリピンや、どこですかね。どこ？あと、例えばエジプト、イージプトね、エジプトのレッドシーなどね、いろいろなところにコーラルリーフ、サンゴ礁がありますね。で、名詞です。noun ね。サンゴ礁を見ます。だから多分ダイビングして、グググググググって、ね。で、ダイビングして、サンゴ礁を見ます。サンゴ礁があります。沖縄ですね。日本の沖縄に綺麗なサンゴ礁があります。で、サンゴ礁の写真を撮ります。ですね、皆さん、サンゴ礁を見ましたか？私はダイビングでブクブク、ダイビングができません。私はダイビングをしませんが、でもスノーケリングですね、これね、シュノーケリングね、私はシュノーケリングをして海を、ね、泳ぎます、ね、そしてとサンゴ礁を見ました。沖縄は本当に綺麗ですよ。次です。9番、沖縄の言葉ですね。沖縄の言葉は琉球語です。琉球は何ですか？ね、琉球は国の名前です。琉球王国です。琉球王国は今ありません。ね、今ありません。日本のとね、何年まで？と江戸時代はね、江戸時代はね、と1603年から1868年までね。江戸時代のね、多分1700年くらい。ごめんなさい。忘れました。ワンラ、リーシュ。琉球王国は江戸時代までありました。そして琉球の 王国ですから、王様、キングですね。王様がいました。名前は将ですね。将、ね、名前は将ね。将、ね、将王ですね。がいました。で、沖縄の琉球語ね、沖縄の言葉は language、言うゆえんでね、と沖縄の言葉、琉球語は日本語と少しですね、少し近いです。でもあまりわかりません。私たち日本人ね、琉球語を聞きますね、琉球語を聞きます。どのくらいとね、どのくらいわかりますか？私はね、そうですね、琉球語 15% くらいわかります。本当に日本語と全然違います。ちょっとだけ同じです、ね、日本語はと、ね、あいうえお、ね、5音ありますね。で、琉球語はの3つですね、あーとあーうおうかな、あうおうがありますね。E と A は短い音が、がありませんかな。ちょっと特別、ビジャタービエだね、言うやんね。例えばですね、ちょっと紹介しますね。おげにめんじえしゃおいしゃるね。Let me introduce few words I know ね。ハイサイでね、ハイサイ。ハイサイはね、こんにちはです。ね、ハイサイ。とね、メンソーレーってね、メンソーレーはとようこそ、ウェルカム、欢迎でね、ウェルカムトゥ沖縄、沖縄へメンソーレーですね。それからナンクルナイサーってね、ナンクルナイサーはね、like、セラビーよね、何こう、何ですかね、日本語で、ね、どうにかなりますよってね、don't worry かな、it works out とかね、ケセラセラとかね、ナンクルナイサーですね。そしてとね、デージーですね。デージーはとてもですね。デージーチュラーさんかな、デージーチュラーさん、とても可愛い、とても綺麗ですよね。デージーなんて面白いとかね、とても面白いという意味です。では次行きましょう。10番ですね。それにですね。それはこれ、それ、あれのそれですね。で、にの意味はプラスです。プラスね。じゃあだいいっすね。だそれにはがんじゃあね。what's more, what's better, what's worse ですね。in addition です。そして end ね。arch でね。そして、それから round hole でね。ですね。まあ大体同じです。それにですね。例えばですね。ね、この本ですね。この本はとてもいいです、ね。とてもいいです。それに安いです。ね、アルチェ、ね、あとガンジャーかな、フェイチャンピエン、それに安いです。はい、次ですね。
11番大好きなですね、大好き、好きな、大好きな、な形容詞ですね。で大好きなは大、とてもとてもですね、大好きな。あのこれ、あのこの本ですね、この本は私の大好きな本です。あの本当にいい本ですよ、皆さん買ってくださいね、チニーメンバーにね、本当にいい本です。で大好きな本です。でも大好きなは、うん、少しあの話し言葉です。美女をこういうね、それか少しだけなんか可愛いですね。美女をあなんだ、ハイズチかね、ヨハイズチーダイ表示ね。か会社で使いませんね。チニブヨね、在ゴンスリベンブヨマね。そうですね。ゴンゾーダシホ、仕事の時は、もう多分良くないです。舞台ホね。舞台ホシュね。で、大好きな、まあなんか、例えば、あこれは私の大好きな、あ例えば何、アイスクリームですとかね。これは大好きな音楽ですって使います。はい。そして、とても好きな、ね、美女、まあ、なんか、趣味だし、美女、ジャンシューね。A little bit more formal, slightly more ね。それから、あの、まあ、sounds a little bit more like proper ね。とても好きなんですね。これは私のとても好きな、あと、とても好きな服です、ね。そして、あ、これはね、なんかね、日本のね、ブランドですね。日本のデザイナーさん、あの、マイナーですけどね、私の好きなビームスで買いました。あ、聞こえますか？花火ですね。今日は国慶節。ごちんじえですかね。あうん、そうですね。まあちょっとあの、私たちには関係ないで、ガンボメメよく安心ですね。はい、そうで、ね、ではですね、お気に入りのですね、お気に入りのはね、あの、日本、あの、英語でね、my favorite です。だからこれは私のお気に入りの服ですとか、あの、それはお気に入りのカバンです。それから12番ですね、紹介してください。の、それを、の、見せてください。第3課ですね。第3課、レッスン3で、マリアさんはワインを買いますね。あの、店の人、店員さんに、ね、すいません、そのワインを見せてくださいです、ね。それから、ちょっと待ってください。チニダニシャー。この、てください。てフォームね。てくださいは、チニダイスね。プリーズね。例えば、あの、大体、あの、レイスだいい数字に、教えてください。チニガオスです。例えば、電話番号ね、チニガオスを、あ、にだ、電話号碼ね、電話番号を教えてください。話してください。ね、チニショイショイね、話してください。大体同じですね。これをの練習していきます。ではですね、今日はね、ここまでにしましょう。で明日のビデオは、この、沖縄旅行ですね。これを少しずつ少しずつ文法、語法ね、とグラマーと、それからいろいろな表現、エクスプレッション、表現ねをチェックします。また明日一緒に勉強しましょう。ここまでお疲れ様でした。見てくれてありがとうございます。とても嬉しいです。ここまで見ましたね。あの、高評価、like、それから下から質問やコメントを待っています。じゃあまた明日ね。お疲れ様。バイバイ。そうです。あの、中級の皆さん、中級のクラスも、あの、続けますが、ちょっとね、今、私の、個人レッスン、プライベートレッスンの生徒さんが、の、ちょっとね、理由があって、あの、長い間、あの、ちょっと病院に入院しているので、で、彼女のためですね、彼女のために、あの、このビデオを撮りたいと思って撮っています。あの、私とちょっと生徒さんの、ね、なんていうか、こう、あの、間のことなんですけれど、それで、あの、彼女のために撮ったので、これを、あの、YouTube にもアップロードしようと思っています。あの、よかったらね、明日、明後日も撮ると、すごく簡単なんですけど、お付き合いください。ここまで見てくれてありがとうございました。では、また明日以降お会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。頑張ってねー。